はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ゴーピンゴープシャープ2ということで、トロールコースを作れば絶対に面白いものができるアブトンさんが作られたコースですね。まあ、このコースですね、控えめに言って神だねまあやってませんけど。でアブトンさんのコースってシャープ2、3、4、5っていろいろあったんだけど、まあ、半分ぐらい消されちゃっててね。まあアブトンさんが消したのか運営が消されたのかわかんないですけど、見つけたらすぐにダウンロードすることをおすすめします。はい、ということで今日もザブトンザブトンじゃねえ、アブトンワールド楽しみにしていきますか。うわ、右にパウもう持ってきやがった。開幕パウなるか、どうなんだ。一旦右に行ってみる。そしたら鍵が手に入れたけど、この鍵ドアに入ることができないよね。開幕パウじゃあスタートした瞬間すぐ右に行って、このパウブロックを防げ、そして鍵が手に入って鍵ドアに入れるっていう感じだね。それじゃあ進んでいきますかそれは分からんやろ。それじゃあこれは鍵ドアに入ってすぐジャンプしなきゃいけないんだろうね。そして砲台をかわせと、そういうことだね。この度数は来るのか。一旦下に降りてみようか。ヒップドロップしていいのかな。一旦ヒップドロップするよ。砲台！なるほどね、今日のザブトンワールドはこういう感じで、じゃあ一旦被弾して先に進め、そういう感じだと思うんですよ。コイン、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 あはいや違うんだって。それじゃあここはこの場所で記録を取って上に行けと、そういう感じだね。このパウブロック絶対に叩いたらいけないよ。なんで無視していきたいと思いますえ、このパワーブロック叩いたらどうなってたの。なるほどね、このブロックを壊しておけっていうことだったのか。頼むってピースイッチ、そこどいてよ。そんじゃあここはパウを叩いて先でブロックを壊しておけっていう感じだったんだね。さあ土管が5つあるけど、一個一個調べてみようか。どれか入れるみたいな。あ、一個も入れん。この緑、あ、この緑だけだね。しかも今さ、右上に赤いのが見えたけど、あっちが正解とかそういうことなんじゃないかないや開けてよ、頼むって。同じ赤ちゃんか。野球選手あるよ。右上のブロック、これは何だ。こい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 、この上にさ土管があったんだよね。こっちほら土管なるほどね、この上の赤い土管はさ、ここでジャンプしたらこの緑の土管の場所に進めなくなるっていう罠だったんだね。それじゃあ進んでいきましょう。オンした瞬間にすぐ右、そしてこの10個入りが信用したらダメだよ絶対ダメだ。うわ気になる、信用してみたいと思います。に決まってんだろもう僕は10コインや30コイン、そして50コインを信用しないと思います。じゃあ一旦このバネに投下されると思う。頼むバネ、今日は何もしないで。はっ頼むってバネ、助けてよ。そんなところで見下してないでさ、僕仮面に襲われちゃうよ。いいの、この仮面かぶってバネあなたを襲っちゃうよ。だから助けんか、このバネ野郎が。ここさ、でもどうやって壊すんだろう。もう成り行きだよ、成り行き。いや壊し方がマジでわかんないね。いまだに壊し方がわかんねんだって。叩いた瞬間すぐ左だここちょっと難しくない？僕が下手くそなだけなんかな。間違えてコース出ちゃった次こそ絶対にかわしたいと思います。右にジャンプしながらかわす、それでいけんじゃないのかよしよしよし、危ねえだから何やってんのちょっとそろそろ真面目にやろう。一旦ジャンプ、よっしゃ、ナイス、いいとこに来れました。さあ進んでいきましょう。ここはチビになれてか針に当たってこいっていうわけね。それじゃあこの左下の針に当たって先に進んで、さっきのバネの場所まで行けっていうことだと思うんですよ。それじゃあ進んでいきますか。さっきと違うパターンはないよな、頼む、それだけはやめて。さっきと違うやんかいや絶対さっきと違う何か来ると思ったんだよな。じゃあ一体ここはジャンプして何もしないでいいのかな。そんでこのまま右に行って、なんて隠しブロックがあんのうまいとこ設置してんだ。なんだやっとか、カメこっちは鍵持ってんだぞ
場所から先に進めないんだけど、次こそ進みたいと思います。一旦隠しブロック出しておこうか。この先もあるんじゃないのか。ここはこの上はない感じだね。じゃあこっからバネを避ける、それでいけるんじゃないの。先に進ませてくれよ。この次の場面が早く見たい。じゃあ一旦さ、ここは真ん中この場所で何もしないでキノコを避けろっていう感じだね。さあやっと進めるのか、この先にどうなる。中間ポイント、何もしないでいい、何もできない。それじゃあこの先さ、鉄球が来たんだけど、上に逃げていいのかな。こっちに逃げておけば大丈夫みたいな。で、下に降りれる。なるほど、ここ足がないのか。これは引っかかるな。さあ中間ポイントゲットできました。先に進んでいきますか。次はどうだ。花絶対来るだろう、この口裂け植物。まあまあ中間ポイントは取れてるからね。中間ポイントこそ僕の心のオアシスだね。花、いや避けてもう一回来るなって聞いてない。じゃあ一旦避けるよ、そしてもう一回避ける。でもう一回来ると思いました。じゃあこのバレ信用していいのか。頼むバレ、今度こそ。あれ、これ取れんじゃないの。うわ絶対あのベッドいるよね。ケーシルとチェーコだね。いないいないばいないいないば。それじゃあ今のトゲメットどうやって取るんだろうね。先にこの隠しブロックを出す、そしてこのブロックを叩いてシャキ。ナイス、そういうことか。さあ進んでいきましょう。ここは杭が落ちてくるな。どっちだ、右左右左、よしよしよし。そして今度は次は左なのか。左で見えるな、左でしょ、正解。あやるじゃねえかバレ野郎が、こんなところに潜んでるなんて思わなかったぞ。それじゃあ進んでいきますか。左上にオンオフがあって、あのオンオフ何もしないのが正解なんじゃないのかな。何もしないでこのまんま捨てる。はっ、もう分かったよ、左上のオンオフは罠だっていうことがね。なんで一旦して降りてすぐジャンプ、これで完璧だね。さあ進んでいきますか。こっからパウはしない方がいいと思うけど、しなくちゃいけないよな。してすぐ上、はっ、右か、右に行けばいいのか。パウ邪魔しないでよ、動けねえ、ポケットパーンチ。それじゃあここパウ叩いて右にダッシュして逃げろっていうことかな。これで先に進めるのか。さあ行きますか、こっち合ってる。右はどっちでもいいってこと。なんだよ、この下行けんじゃないの。左のこのつた怪しいな、何もないのか。ちょっと待って、パンチの方が危ねえ。まあまああのパンチは無視して、ここは何もしない。熱すぎ、見たこのうまさ。さあ行きますか、一旦このまま先に進んでいこう。多分ねこの先砲台は壊してくれると思うんだけど、ここそしてこの場所。なんでよ。この砲台は左の方だけ壊して先に進めっていう感じかな。なるほど、つららがあんのね。っていうか砲台の裏につららとか隠せるんだ、初めて知ったぞ。さあ左の中間ポイント取れるのか。バブルが来てんだ、サークルがいい、火の用心。頼むってバレ、そこどいてよ、上に行ったら閉じ込まるじゃねえか。頼む、これが救世主、鍵。やべえ、やんのかこの、頼むって鍵やるからこっち来ないで、顔お願いって、ここ狭いんだってこのマスク野郎が。それじゃあ皆さん、ここは何もしないで落ち着いた気持ちで待っておこう。あのバブルは味方だから、氷を溶かしてくれるだけだから、溶けた瞬間左に行く、そしてこの中間ポイントゲットできるのか。隠しブロックないだろうな。よしよしよし、さあ進んでいきますか。やっと2つ目の中間ポイントだね。何もしないでいい。うわ右の3本怪しい、左に行っていいの。絶対あの3本襲ってくるよ。魚は引っかかりませんでした。このまま左の土管に入っていきますか。この場所は何も引っかからなかったね。うーん、右、よっしゃ来た。いや来てねえやんか。いやさっきと絶対違うパターン来ると思うんだよね。この先が怖いんだよな。この先さっき引っからなかったけどさ。ほらね、絶対なんか違うと思った。あなただけですか、サーモさん、他に変わってるものはないだろうな。魚、いや落ち着いていこう。落ち着いた気持ちでいけば罠が変わってようとなんだろうとクリアできるはずだから、簡単に。それじゃあここは左だったよね、この左で飛びそう取ります。
カバンじゃねえんだよ、頼むって言っとけ、止まってよ。それじゃあ隠しブロックを叩いた瞬間すぐ右にジャンプしてこのトゲベッドを手に入れろと、そういうことですね。さあこっからだよな、こっからすぐ上にジャンプしてすぐ右、あ、待って、こいつ、よっしゃ、危ねえ。ナイス反射神経。そしてここはね、オンオフをしてダッシュすればいいと思うでしょ。僕は何もしないでいいと思う。頼むって、そっちから出てくるなんて思わなかったんだって。これさ、抜けれないから僕は抜けたいと思います。スーパーローリングサンダーだ。じゃあここは素直にオンオフしてすぐ土管に入ればよかったんだね。いや、うまいな、裏を描くのがうまい。ここはどうしよう、取っていいのか、この夢って。大丈夫、一旦さ、このまま上の雲抜いてみろっか。この上行ったら詰むよね、多分。カバ発見しそうだからやめておきます。この下で合ってる、そうでしょ。そしてこのまま右にダッシュしていこう。頼む。うわ、どうしよう、この花絶対抜かないよね。あ、上に行けばいいのか。この上に行ってリンクを手に入れてブラパを押しのけろっていう感じだね。本当に行けんのか。なあ、そういう罠やめてくれよな。誰が僕をやってくれるんだ。またお前か、カメ。さっきから何なんだその顔は。ニヤニヤしやがって、バカにしてんのか。それじゃあこの鍵の輪に入って何もしなかったらリンクが手に入るっていう感じだね。そしてリンクを手に入れてブラパをどっかにやれっていうことだと思うんですよ。あれ、ブラパ右下いるね。よくはやってくれたな、ブラパ。今まで落としてやろうか。そのまんま奈落の底へ落ちてってしまえ。やったぜ。さらにおまけも追加だぜ。さあ行きますか。今のでもう分かりました。ここでドアに入ったらリンクを取っちゃいけなかったんだね。そしたらもうブラパがどいてるから扉に入れるっていうことか。そしてこの状態でキラーに乗って先に滑るみたいだ。よっしゃ、来た、これでゴール近いんじゃないんですか。さあ行きましょう、キラー。間違っても持たないからね。一旦このまま何もしないで。うわ、どうしよう、どこのどか、2分の1、3分の1、4分の1、どれ、青じゃないの、絶対こっちなんで。それ一番ずるいやつだって。え、このまま、いや絶対どれか入れると思うんだよね。いや、なんて入れないの、頼むって。こいつはまたお前かよ。もういいよ、もうあんた疲れたよ、もう僕は。それじゃあここは右下だね。この場所に行けばゴールさせてくれるかな、スムーズにゴールさせてくれるかな。絶対ゴールだと思うんですよ、この先ゴールって書いてる。さあ行きましょう、どうだ。この先マジで怖いな。はい、のチェックポイント2って書いてるでしょ。この上はなんもないね。じゃあこのピーヨンがなくなって上の、いや、まだワンチャンあるよ、まだ希望を忘れちゃいけない。この扉に入ればゴールがあると思うんですよ。 Go to E とか。Go to ゴール From チェックポイント2、チェックポイント2に戻れっていうことかな。そしたら右上にゴールがあるよみたいな。もしも If you ever less、いや、わかんねえって、かわいいな、その顔。わかんないから、もう先に進みたいと思います。うわ、死に耐久っぽい、死に耐久っぽい、これすげえ死に耐久っぽい。どういう死に耐久だ。なるほど、あの下のキノコを操作して、どうにかせっていう感じでしょ。うまい、うますぎ。そしてこのまま、ちょっとしたミニゲームまで取り入れてやるな、武藤さん。ここが難しいんだよね。マジでね、この右上のところが難しい。もう分かった、次でいけるよ。みんな見てて、ここはちゃんと石アーチのところギリギリでジャンプして上、ここなんだよな、ここジャンプ来たんじゃないこれ。で、いや、こっ
からやれるのはいいんだけどさ、いやまだ分かってないんだけど、ゴールの仕方チェックポイント2からどうかしろっていうことだよね。それじゃチェックポイント2なんだけど、こっからどうするかなんだよね。あ、分かった、このバブルが氷を消した後に上に行けばゴールがあるみたいな、多分そんな感じだと思うんですよ。きた。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ Nintendo P64 ということで、前回の一発マリオに引き続き超絶鬼畜なコースだと思うんですよ。クリア率はなんと 0.09%。 いや、やっぱやめていいですか。前回の一発マリオもめちゃくちゃ時間がかかっちゃってさ、今回も相当時間がかかるんだろうなと思います。ただですね、以前僕は似たようなコースをやったことがあるんですよ。それはね、Pスイッチを100個踏んでいくコースなんだけど、その時のクリア率は 0.55% だったんだよね。だがしかし、今回のコースはクリア率は 0.09%、 以前のPスイッチのコースよりも5倍も6倍も難しい数字となってるんですよ。まあやっていこうか。怖えな、やっぱりPスイッチを全て踏んでからゴールだよね。まあどんな感じなんだろう、制限時間とかあんのかな。あ、制限時間はない感じか。ただこれ走っていかなくちゃいけないみたいな、そんな感じなんじゃないかな。走っていくってなったら絶対難しいよね。ちょっと一旦歩いて行ってみていいかな。歩いたら簡単そうに見えるんだけどねこれ。え、こんな簡単でいいの？こんなのすぐクリアしちゃうよ僕。行くよ、見ててね。クリア率 0.09% のコースで簡単にクリアできる方法を見つけてしまいました。こうやってゆっくり歩きながらタイミングよくジャンプしていけば、簡単にピースイッチが64個踏めると思うんですよ。爪が甘いんだよ。いや、こういうコースはね、リズムに乗ることが大事なんだよ。リズム帝国だね。ワンツー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 、さあリズムに乗ってきました。皆さんもご一緒にお願いします。ワンツーワンツー、最後は大改革で締めたいと思います。大改革。どうもご視聴ありがとうございました。いやちょっと待って、あんなクリア方法を認めるわけにはいかないよね。このコースダッシュしながら P スイッチを踏んでゴールを目指すことが本当のクリア率 0.09% の意味だと思うんですよ。ということで第2弾やっていきますか。最速タイムが6秒だよね。ということはやっぱり走ってゴールしなきゃいけないと思う。さっきの10何秒ぐらいかかってるもんね。まあ歩いても走ってもどっちでもいいですよ。このぐらいのコースじゃちゃんとクリアしていきましょう。これむずいよ絶対。いやでもこういうコースでタイミングさえバッチリ合わせることができれば簡単にクリアできると思うんだけどな。いやなかなか良かったんじゃない今の。だからさ、これタイミングゲーだと思うんだよね。あ、バッチリ今合ってんじゃない。分かった、これタン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 ぐらいのタイミングで多分先に進めるね。もうそれさえ分かれば僕のもんなんだから。さあ行きましょうマリー。あの世へな。これ見てる方簡単そうって思うでしょ。タイミングよくジャンプしていくだけだからさ、本当に難しいんだから。1時間経過しました。いや本当にできなくて、これ走りながら進むじゃん。そしたらだいたいね、Pスイッチを飛び抜かしちゃうか、こうやって間に入ってやられることが多いんだよね。さすがクリア率 0.09% だって、相当鬼畜だね。ほらやっぱり Pスイッチ飛び抜かしちゃうんだよね。これもうそろそろさ、黙ってもいいんじゃないんですかね。僕たまには無言のクリアテイクっていうのもありだと思うんですよ。こんなクリア率が低いコースを1時間も2時間も喋りながらやり続ける僕、もうみんな褒めてほしい。いやこれなかなかいい調子だよ、頼む。やった見たか、これが俺の実力だ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。